シルバニアファミリー、プレアのハッピーダイアリのお家にでも行くの？秘密。伸びてるかな。本当。昨日よりも1ミリ伸びてる。昨日と今日で違うの？こうやって毎日定点観測すると成長具合がよくわかるんだ。おっしゃ。ライラ何やってるの？花用特別隊長お知らせ機。これを地面に刺すことで花にとって適切な水分量、栄養素および温度確認が可能になるの。おお、さすが。さあみんな、学校終わりでお腹空いてるでしょ。お花をイメージして作ったのよ。一緒に食べましょう。はーい。私たちはすっかりお花に夢中になって、毎日放課後になるとみんなでお花のところへ。すごい美味しいよ。あれ、なんかお花の色が、なんかいつもと違うね。スカイが土のついた手で触ったから。私は虫がいないか見てただけだよ。病気かな、水が足りてないの、むしろやりすぎたとか。な、私のせいって言いたいの？そうじゃないけど。言っとくけど、私はちゃんとライラに確認してからあげてるわよ。もしかしてそのお知らせ機が壊れてるんじゃないの？そんなわけない、ちゃんと点検してるもん。誰かが勝手にいじったらわからないけど。私やってない。あら、この前だって
ってマフラーを巻いたりして遊んでたじゃない。あれは寒いからお花が風邪ひかないようにしようと思っただけだもん。イエーイベルシャ。あれどうしちゃったの。ゴーン。ねえねえ二人ともお父さんのこと嫌いになっちゃった。それが今日帰ってきてからずっとこうなのよ。いつもはうるさいくらいおしゃべりなのにね。それ以来なんだか顔を合わせるのが気が薄くなって。お花のところには一人で行くことに。うん、みんなでお花が咲くとこ見たかったな。あのね、お花さん、私、本当は、はぁ、みんなと喋りたいな。すごい雨になっちゃったわね。雨？明日はもっとひどくなるんだって。せっかくのお休みなのに、残念ね。幻の花よ。花が咲くとすぐに散ってしまうと言われ、観察例もない。だから存在も疑問視されていて、まさか実物を見られるなんて。この花を育てるために毎日忙しくしてたのね。お姉ちゃまたちすごいじゃないですか。みんなすごいすごい。まあね。あなたたち、もしかしてこの花が咲く瞬間を見た？え？キンキラ草は願いが叶った時に花が開くっていう言い伝えがあるのよ。この中の誰かのお願いが叶ったとか。願い事が叶う花だったの？それなら私、青の綺麗な絵の具が欲しかった。私はかっこいい天然石、防水計算機かな。なんなん、こういう時のお願いはもっと特別なことをね。うわ、みんなその顔面白い。はぁ？何をお願いしたの？もう貸して、さっきの顔。もう、みんなしてからかわないでよ。お姉ちゃま、お花が。どうしたの？思い出したの、私、お花に。もしかして、うん、私も。
仲直りしたいってお願いした。シルバニアファミリー、プレアのハッピーダイアリシルバニア村はすっかり冬。寒い日の早起きって本当苦手だけど、もうすぐ私の大好きなあの日がやってくる。シルバニア村では毎年冬になるとお祭りがあって、マーケットに村中の人たちが集まって、飾られたもみの木の下でみんなで美味しいご飯を食べたり、ステージでいろいろなイベントをやったりするの。にぎやかになってきたの。楽しみですね。というわけで、今年のステージではみんなで子供バンドをやろう。猛特訓して村の人たちを驚かせちゃうぞ。あこれってせーのので、始めるの、それともの後から、のからでしょ。後からだよ。ねえねえ、じゃあ僕が踊り出したらスタートっていうのはどう。あ、いいじゃない。イエーイもうどうやって合わせればいいの。わかった、僕が最初にソロを吹くから、それに続けて。え、だったら私だって一番に弾きたい。ねえ、そろそろおやつタイムにしない。バラバラでまとまらない、どうしよう。問題はメインの飾りをどうするかだね。はあ、まさかもみの木が傷んでて使えないなんて。仕方ない、何か別のものでも。はいはいはい、見てこれよ、この華麗なスピン。ウォー、ルーカスはステージでダンスを発表するんだっけ。うん、ああ、今年は僕の輝きでステージを華やかにする。もみの木がないって、だったら代わりにピッカピカのミラーボールを飾ればいい。え、ミラーボール、素敵、それは新しいわね。
あ、大きなデコレーションケーキっていうのはどうかしら。なるほど、ケーキなら子供たちも喜ぶし、いいんじゃない。いやいや、ケーキは地味でしょ。そうかしら。ねえフレイジャー、あなたはどっちがいいと思う？どっちって。絶対ケーキがいいに決まってるわよ。いやいや、ミラーボールでしょ。ミラーボールって。どうしたらいいんだろう。ただいま。2人ともお祭りの準備は順調？まあ順調かな。今日は幼稚園でお祭りの準備をしたんですよ。幼稚園で？ええ、お祭りで出すクッキーをみんなで作ったのよね。すっごく楽しかったです。お、棒付きだ。これだと持ち歩きやすいでしょ。はい、いただきます。おいしい、初めて食べる味だ。いちごほうれん草味です。へえ、そうなんだ。最初はいちご味だけのつもりだったんですけど、アンブローズがほうれん草を入れたいって言い出して、それからみんなもいろんなことを言い出して、レモンとかトマトとか。それで結局いろんな組み合わせで作ったの。意外に美味しいのでびっくりしちゃった。味が合わさって美味しいんですよ。そっか、わかった。ピカピカに光るケーキ。ああ、ミラーボールとケーキ、2つの意見を合わせるんだよ。そんなことができるのかい？うん、形はまるでデコレーションケーキみたいで、それで工夫してミラーを貼れば。なるほど、それをライトで照らせばいいのね。そういうこと。バラバラな演奏をまとめる？うん。けど、うん、この状態で一体どうするつもり？私にいい考えがあるんだ。みんな、私のリズムに合わせて演奏してみて。え？いくよ。1、2、3、4、このリズムで。1、2、3、4、私も一緒に演奏したらいいんじゃない？確かに、みんなでやったらきっともっと楽しいんじゃない？そうと決めたら、やらなくちゃ。いい感じ、いい感じ。よし、祭りの前日になって、楽しみだわ。テント。
大丈夫かしらね。大丈夫、きっとすぐに止むよ。うん、よし、そしたら明日のためにそろそろ寝ようか。停電だって。復旧には 2,3 日かかるそうだよ。じゃあお祭りは？今年はそれどころじゃないわね。お祭りは中止ですか？やだ、お兄ちゃんと太鼓する。だよね、楽しみにしてたのに。どこかでできないかな？幼稚園とかどうかしら。いつもと一緒じゃん。あのキラキラのステージがいい。だけど電気が消えちゃったのよ。暗いの怖い。何か明るくする方法はないですかね。明かりを打ち上げるとか。え？前リースさんに聞いたんだけど。おじいちゃんに？船が夜の海で迷子になったことがあっての、わしは暗い空に明かりを打ち上げて助けを求めた。暗い空、そうか、いいこと思いついた。ろうそく？うん、これをマーケットに飾ったらどうかな。小さすぎませんか？暗い中では小さな光も輝くでしょ。リースさんが打ち上げた明かりのように。でも風が吹いたら消えちゃう。そうだ、ろうそくを紙で覆ってランタンにすれば大丈夫。わあ、綺麗。これをたくさん作ればいいのか。いいね、いいね、いいね。でもたくさんろうそくを作るには溶かしたろうを流し込む型が必要ね。あ、またいいこと思いついちゃった。あ、お父さん行ってきます。この型はもう使ってないからご自由にどうぞ。お菓子の形のろうそくなんて素敵。私も手伝うわ。僕らも手伝うよ。僕も。まずはろうをたくさん溶かそうか。お父さん。
僕にも何か手伝わせてくれ。停電なんかでお祭りを諦めないぞ。うん、それでこそ私のお父さんよ。そうと決めたら、やらなきゃ。ねえ、ろうそくはみんなに任せて、フレアとラルフは私を手伝って。うん、いいけど何をするの。ライラのアイデア最高、絶対にうまくいくよ。それは二人にかかってる。急ごう、時間がないよ。じゃあ後でマーケットで。うん、待ってるからね。花が効くのさ。フレア、ラルフ、待ってたよ。マーケットが明るいわ。停電してたんじゃないの？シルバニア村に希望の光を打ち上げられたね。うん、でもとっておきはこれからでしょ。うん、わあ、綺麗です。やっぱりキラキラ石のかけら。少しずつこぼれ落ちるように設計してるんだ。これが私たちの光のツリー。素敵ね。
の番だ。そしてシルバニア村のみんなの笑顔、私たちの大切なお祭り大成功。シルバニアファミリー、フレアのハッピーダイアリだよ。今日は朝からライラと出かけるんだ。何かっていうと、あ、ちょっと待ってよライラ。輝く太陽、気持ちのいい天気、すべてが今日という日を祝福してるみたい。だって今日お誕生日おめでとう。ありがとうみんな。さあお昼はフレアの誕生日パーティーだ。あ、パーティー。お父さんがご馳走を作るからお腹を空かせておくんだぞ。ケーキでしょ、ろうそくでしょ、飾り付けのバルーン楽しみ。あ、私も何かしようか。ダメよ、フレアは今日の主役なんだから。そうだよ、びっくりさせたいし。お姉ちゃまは外に遊びに行っていてください。え、いいの？いいのいいの、12時には帰ってくるんだよ。はい、楽しみにしてるね。とは言ったものの、何しようかな。あ、そうだ、ラルフとライラと遊ぼうっとこんにちは、ラルフいますか？あらフレア、ラルフは朝早く出かけちゃったのよ。そうですか。せっかく来てくれたけど、ライラはラルフと出かけたわ。ラルフと？どこに行くって言ってました？どこに出かけるかまでは聞かなかったのよ。そうですか。ねえフレア、ちょっと待ってね。あ、お星様の風船！
今日お誕生日でしょ。わー、嬉しい。ありがとうございます。ごめんね、フレア。まだ内緒なんだけどね。ほら、あの時。わー、すごい。綺麗だね。こんなに綺麗なのを見てるとお星様が降ってきたみたい。フレアはロマンチストね。あー、もしも本物のお星様を手に入れることができたら感動するだろうな。星が欲しいんだね。うん。お母さん、キラキラ石のかけらって。ああ、とても珍しい鉱石だけど、この辺りだとキラキラ湖で取れるわ。これフレアの誕生日にあげたいな。ラルフと取りに行こう。フレアをびっくりさせるんだ。喜んでくれるといいね。楽しみだね。あ、フレア、いたいた。お誕生日おめでとう。はい、今日という日を祝って。わあ、二人ともありがとう。フレア、私からもどうぞ。ありがとう。おっと、じゃあ、いいバースデーを。うん、本当にありがとう。おっこ、わあ、わあ、おっと、ここにいたのね、フレア。さっきあなたのお母さんがうちにケーキ買いに来たわ。誕生日おめでとう。わあ、メリータもありがとう。あ、そうなのよ、12時には戻ってくるように言ったんだけど。12時だわ。自分のパーティーに遅れるなんてね。僕、フレアを探してきます。私も。二人ともありがとう。気をつけてね。どこまで遊びに行ったのかしら。パーティーの準備は終わったし。お姉ちゃまのことですから、お腹空いたって。もう近くまで来てたりして。でもこのままじゃ帰れないよ。見て、フレアが。フレア、大丈夫？わかんない、どうしよう。そうか、このままだとまた風船が。待って、ざっと見て、風船の中のガスの総量は、そして浮力を考えると、あ、大きい風船と小さい風船を一個ずつなくせば。フレア、赤いのと青いのを離して。これとこれね。でもせっかくもらった風船だし。ズコーン、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。ライラの計算はバッチリだから。今僕がもらいに行くよ。
かっこよかった。計算完璧ね。本当にありがとう。まあね。ねえラルフも降りておいでよ。ラルフありがとう。うん。おい、わあ、メリーダの風船。たた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 バースデープレゼントにしたくてキラキラ子で取ってきたんだよ。っキラキラ石のかけらよ。フレア星が欲しいって言ってたから。天体観測の日のこと覚えていてくれたの？もちろん。でも散らばっちゃった。大失敗だ。ううん、大成功よ。見て、本当にお星様が降ってきたみたい。もうお腹が減るほどよ。